ピーター・モーガン・アロンソはアメリカ合衆国フロリダ州タンパ出身のプロ野球選手、ウトウミギウチ。MLB のニューヨークメッツ所属。愛称はポーラーベアー。フロリダ州タンパにあるジェスウィット高等学校に進学し、3年進級時に同じくタンパにあるヘンリー・ B ・プラント高等学校に転校した。高校卒業後はフロリダ大学に進学。 大学野球に参加した。高校までは野球の守備位置は三竜種であったが、大学進学以降は一塁を主に守る。大学一年生時にオールサウスイースタンカンファレンスに指名された。また、大学四年生時にはチームがカレッジワールドシリーズに進出した。2016年の MLB ドラフト二巡目でニューヨークメッツから指名され、6月29日に 契約金90万9200ドルで契約した。同年7月9日にメッツ参加の A-9 ブルックリンサイクロンズでプロデビュー。また8月16日に行われた A-9 のオールスターゲームに選出された。シーズンではブルックリンで30試合に出場して打率二十一五本十一打点出塁率八十二を記録した。 2017年は AA 級セントルーシーメッツで開幕を迎え8月24日に AA 級ビンガムトンランブルポニーズに昇格したこのシーズンはセントルーシーとビンガムトンの2チーム合計で93試合に出場し打率289、18本63打点出塁率359を記録した2018年は シーズン開幕前に MLB.com にて全体58位、チーム4位のプロスペクトと評価された。シーズンの開幕は A 級、ビンガムトンで迎え、6月16日にトリプル A 級ラスベガスフィフティィテワンズに昇格した。また、7月15日に行われたオールスターフューチャーズゲームに選出された。この年は、ビンガムトンとラスベガスの2チーム合計で132試合に、 出場し、打率、285、36本、119打点、出塁率、395を記録し、マイナーリーグの本塁打王を獲得した。2019年は、開幕25人、ロースター入りした。3月28日に行われた、開幕戦のワシントンナショナルズ戦、2番、一塁手一で、メジャーデビュー、同日メジャー初ヒットを記録し、 4月1日のマイアミマーリンズ戦で MLB 初本塁打を記録した。4月9日のミネソタツインズ戦で1試合に本塁打を達成。4月までの成績は106打席で打率29。292、9本、26打点を記録し、3.4月のナショナルリーグルーキーオブザマンスに選出された。6月にも月間成績で124打席で打率30。307、 9本、21打点を記録し、この月のルーキー・オブ・ザ・マンスに選出された。プレイヤー・オブ・ザ・ウィークにも選ばれている。7月の本塁打競争に選出され、オールスターにも投票外選出された。本塁打競争では、決勝で、ブラディミール・ゲレーロ・ジュニアを下して初優勝した。新人が優勝するのは、史上3人目、メッツの選手としては、ダリル・ストロベリーに次ぐ2人目となった。 8月18日のカンザスシティロイヤルズ戦で45本塁打を放ち、コディベリンジャーの39本を超え、ナリーグの新人記録を更新した。9月20日のシンシナティレッズ戦で、両リーグ単独トップとなるとともに、新人選手としては、メジャー史上2人目、デビュー1年目では、史上初の50本に到達した。 さらに9月27日のアトランタブレーブス戦で2017年のアーロン・ジャッジに並ぶ新人最多タイとなるシーズン52本塁打を放つと翌28日には53号本塁打を打ち新人最多本塁打記録を更新したデビュー1年目から161試合に出場し打率260、53本、120打点、出塁率 358を記録し、デビュー1年目から本類打王を獲得した。守備面では、ウザープラス1.8、DRS マイナス3を記録した。オフの11月14日に、記者29人から1位秒を得て、新人王を獲得した。2020年は、ナインティ1 9の影響で60試合の短縮シーズンとなる中、全六十試合中十七試合に出場し、打率。 231、16本塁打、35打点、出塁率、326を記録した。守備面では、ウザーマイナス1.7、DRS マイナス4と、前年から数字を落とした。2021年は、オールスターゲーム前日の7月12日に、開催されたホームランダービーに出場し、第1ラウンドで、 ロイヤルズのサルバドールペレスに勝利して、準決勝に進出し、準決勝では、ナショナルズのフアンソトに勝利して決勝に進出し、決勝では、オリオールズのトレーマンシーニに勝利し、史上3人目となる連覇を果たした。ありがとうございます。